ようございます。ご無沙汰しております。ということで、今日から練習再開したいと思います。ちょっとね、結構期間空いちゃいました。発表会の疲れももちろんあったんですけれども、綾川図書館という図書館の PV 撮影とかもあったり、ちょっとね、いろんなお仕事をいただいて頑張っておりました。はい、調整程度の練習はしてたんですけど、今日から、もう一回100日計画再開していきたいと思います。ということで27日目になりました。今日は、ある技を少しバリエーション増やしたいなと思っております。いってみましょう。からやるのはサーフという動き、もう分かると思うんですけどね、サーフはね、こういうやつですね。はい、この動きは結構基礎としてめちゃくちゃ大事なんですけど、さらにいろんなバリエーションできるように今日はやっていきたいと思います。レッツゴー。まずは普通のサーフを大きくしていきます。やっぱり大きくする方がバランスが崩れるので難しいんですよね。じゃあ次は平脚サーフからしゃがんでいく体育座りみたいな体勢、難しいんですけどちょっとやってみます。なんとかできましたね。あれ本当は前向きをキープしたいですよね。はい、次は足クロスやってみます。むじむじむじ、でもこれ続けられるようになりたい。次、これはねちょっと特殊なやつなんですけど、長座の状態でサーフ。ちょっと可愛い感じですよね。次、背中で
さあ、いろいろあるんですよ。ちょっと技紹介みたいになってますけれども、本当にいろんなバリエーションやりたいなと思って、で僕結構サーフが好きなんで、はい、次ねスパイラルからサーフ、まあ、側転みたいなやつですよね、側転みたいなやつからサーフ、そこからまたスパイラルサーフ、スパイラルサーフ、定感ない。まあでも、こんな感じかな。いろいろサーフやってみました。うん。まあまたちょっと新たなサーフもいろいろトライしていきたいなと思います。まあちょっと他にバリエーションがあるのかわかんないですけど。はい、ということで今日の練習も終わりました。まあ今日はちょっと久しぶりの本格的な練習なんで、まあちょっと触り程度に調整程度にやってですね、うん、見ました。まああの普段こういうふうに細かい技を紹介することはないので、皆さんにもサーフってこんな種類あるんだって知っていただけたらなと思ってやってみました。まあ、今日はこんなところでいいんじゃないでしょうか。うん、27日目また明日からもう頑張ってやっていきたいと思います。てかめちゃくちゃ雨、梅雨入んの早くねみたいな。まあまだ体力的にも完全には戻ってきてないので、少しずつ少しずつ、またハードの技にもトライしていこうと思いますんで、また次回からもお付き合いよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までお付き合いありがとうございました。また次回。